はい、どうもドイスです。今回はエンドベタニティやっていきたいと思います。こちらなんですけれども、なぜ今回実況スタイルにしたかというとですね、スカイリムやアサシンクリードなど長編シリーズの方で実況をするとですね、失敗した時のちょっとダメージが大きいなということで、まあ最悪プレイ動画としても出せるエンドベタニティでちょっとテスト実況の方やらせていただこうかなと思った次第でございます。というわけで、まあ、今回もやっていきましょう。前回ですね、ブロンズフォレストの方で女性の素体を発見したので、まずは、ガリチャーノのアトリエの方に届けるところからといったところで邪魔者が入ると。少しは長持ちしてくれよな。ボンバヘッドとガンヘッドとチェーンソーか。まあさっさとリーダーアサルトしていきましょう。でバシュロンがそろそろマシンガンのレベル上がりそうだったんで、多分これで上がるんじゃないかな。はい、上がった。強くなるに越したことはねえな。その通りだ。まあいいかな。近い。ボンバヘッド多分爆発する。あーでも HP 的にもう打ち込めば勝ちですねこれは。じゃあスクのとどめだ。はい、終わり。ついでにいろんな部署破壊してくれるゼファーさん、イケメン。よし、まあおかげでアイテムの回収もできたということで、じゃあやっていきましょう。ガリジャノンのアトリエ。時を経て醸し出されるパティキュラルな色味、王子の輝きを感じさせるくすみ、まさに奇跡だと思わんかね君。それはもちろん思わん。この素体をもとに彫像を作れば、まさに奇跡が奇跡を呼ぶ美の極致を再現できよう。見たまえ。この酸化皮膜が対腐食性を増し、同時にこの色合いをもたらしておる。なるほど。まあちょっとこだわりすぎると何を言ってるかわからないというところになりますかね。というわけでミッションコンプリート。クローゼットに B タイプの着替えが追加されました。ブティックにも B タイプの商品が陳列されましたと。なるほどね。まあこれで新しい服が増えるということなんですけど、まあ次の武器買いたいですし、多分服は買わないかな。でも次回からは多分 B タイプにしようかなとは思ってます。じゃあまあさっさとアジトの方に帰って次のチャプターに進みましょうか。多分もう任務とかはないはずなので。まあとはいってもね、そんなすぐに返してくれるはずないよね。あまり無理しないでね。あーでもこれだったら別にハンドガンゴリ押しで勝てなくはないぞ。というわけで失礼。レベル上がった。ありがたいね。さっきので経験値が溜まってたか。おっ、ダメだった。じゃあちょっとジャンプしてブラストダウンで。ブラストダウンじゃない、なんかスマッシュダウンです。でリーダーサルト中。今日の私決まってるかも。うん、リンベルじゃん。可愛いけど何にもしてないよ。さあ帰れるかな。ちょっと今回は邪魔が多いな。安全な道歩いてないからかな。リーダーは野良で解雇か。まあこいつだけを倒せば OK って感じですかね。はい、でかい爆破で。まあ最大チャージならな。さあ次の攻撃で死ぬわけだが、どうしようかな。欲を言えばあの V 破壊したいんですよね、この巾着。狙えるかな。とりあえずまっすぐ走ればいいんだろうけど、リンベルの方が狙いやすいか。相手の前をかすめるように。そうですね。じゃあこう行こう。ここ OK。 あの巾着破壊するとなぜか爆発するんですよね。私たちが強くなったの。大丈夫、着実にレベルを上げていってるよ。とゲーム内のセリフにツッコミをいちいち入れていくのはうるさいですかね。おっと邪魔が。
レムリーにローグガンマンか。マシンガン使うまでもないかな。まあ邪魔入ったついでにちょっとお知らせをちょっとさせていただきたくて今回実況スタイルにしたんですけれども、次回からですね、このエンドベータニキ、私は今まで字幕実況という形にさせていただいてたんですけれども、次回からはですねちょっと字幕もなくして本当にただの気ままにプレイするだけの動画にしようかなと考えております。というのもですね、ちょっとこの HD キャプチャーボードにして画質が上がったはいいんですけれども、ちょっとまだそれの録画の方法に慣れていないというのもありまして、これ会心の出来ってやつ。会心の出来、それはね否定しないよ。45オートだとちょっとリンベルにはごつすぎる気がしますね。はい、中断しました。HD キャプチャーボードを使った録画がちょっと慣れないため実況の更新頻度が少なくなるというか、もしかしたらこのエンドベタニティがメインになっていく可能性があります。なんと言いますか、お知らせ動画でも結構言ったんですけれども、ああまた邪魔かよ。ターゲット確認。やっぱり声を出来上がった動画ファイルに重ね合わせてでエンコードするっていう作業がちょっと大変になってしまうので、まあもちろん更新頻度がすごく少なくなることは言ってたんですけれども、なんかちょっとあまりにも少なすぎて何もできないなっていう状況は嫌だったので、とりあえずはまあなんでしょう、エンドベータニティは画質優先と言いますか、本当にただのプレイ動画として上げさせていただこうかなと思ってる次第でございます。まあそれだけなんですけどね。じゃあまあ長々といらないことを話してしまったんで、さっさとリーダーアサルトだけど経験値のためにこのカッパーウーズは倒していきたいところ。この辺かな。OK。じゃあリーダーの方を。でもこいつらは別にハンドガンゴリ押しでもいけるんじゃないかな。痛い。さてと、じゃあゼファーはレベル上がったばっかりだからリンベルでいいかな。よし行くぞ。まずはカッパウズしてくれ。はい、次アウトキャスト。はい、ピストル解放はもうゴリ押しでいきましょう。そしてここでジャンプ。ジャンプすると若干時間稼げますからね。よし、オッケー。顔をプチッと潰す。今はそんな気分。まあ敵自体は弱いですけどね。じゃあどうしようかな、さっさとアジトに帰って次のチャプターに進みましょう。人間の寿命管理をしているゼニスに関してですが、耐腐食性に優れた金属で作られています。動力のゼンマイは気温変化を利用して巻き上げられ、本体はメンテナンスなしでも約6000年。一方、ゼニスがクォーツに設定する人間の寿命は最大でも100年程度。埋蔵エリアは時計回りに順に並んでいます。新生児とクォーツの称号を続けており、生まれた年から埋蔵場所が予測できそうです。ゼニスによる寿命決定っていうのは割と序盤の方から出てきた言葉かなとは思いますけれども、まあ今の段階では正直何を言ってるのかよくわからない状況ですね。じゃあ次いきます。このジャンボーレってどっかで聞いたことあったわよね。象の生息をガリジャーノンに注文したやつだ。ああ。おい、カーディナル、ジャンポーレ氏のお手伝いに行くぜ。
はい、チャプター4というわけでやっていきましょう。招待状、彫刻の森の中にあるガリジャーノン様のアトリエまで来てくれたまえ。この興奮と感動をぜひ君たちにも味わっていただきたいというわけなんですが、じゃあまあ彫刻の森のアトリエまでもう一回行かなきゃいけないということですね。よーペーター。何？なんでしょうね。リンベルのことが好きなのかな。さあ、じゃあまずチャプターが始まったらやることは一つ、ギルドにミッションがないかどうか確認しに行くということですね。ミッションは字幕の方でもしかしたら言ったかもしれないんですけど、できる限り全部回収して進みたいなと思ってます。まあそのためにちょっとレベル上げの裏作業とかも入るかもしれませんが、まあその辺は後々考えることにします。3つですね、反体制組織の討伐2ということで、6階層のルキア周辺で例の反体制組織の活動が報告されている。近隣の BMF はテロリストの討伐に協力せよ。まあこれはバトルマスがあるってことですね。壊れたミシン、私のベティックがピンチなの。みんな服が買えなくなると寂しいでしょ、だったら助けに来てちょうだい。なるほど、まあなんでしょう、なんか探してくるんでしょうね。で、天然物のお肉、バーバレラ様が近日中に天然物のお肉が食べたいとおっしゃった。料理はできるが狩りは専門外だ。そんなわけで肉の調達を頼むと。獣の肉でいいのかな、それとも上質な肉。まあいいや、とりあえずこの3つを回収しつつメインクエスト、メインミッションをやっていこうというところですね。じゃあまずブティックに話を聞きに行きましょうか。街の中でできることは街の中でやると。その前にちょっと買い物しましょう。ちょっと買っておくと便利なものがありますんで。武器弾薬よろずおります。それがですね、おっと、いらねえいらねえ、ちょっとまだファーストエイドはいらないよ。オートトリガー、まあこれは説明通りなんですけど、ジャンプしてから着地するまでがインビンシブルアタックの最初から最後なんですが、まあ私はよくジャンプするんで、着地した瞬間にですね、武器のチャージが1でも溜まってれば勝手に発砲してくれるっていう便利なアクセサリーですね。まあこれがあると、ボンミスなんかをして、あ、せっかく3溜まってたのにそのまま終了しちゃったとか、そういうのを防げますので、これは買っておくと便利です。どうもです。まあカスタマイズはそんなに変わったも変わったパーツはないから、カスタマイズじゃないや、装備の方でとりあえずこのオートトリガーをつけておきましょう。で、あとレベルが上がったからマシンガンをゼファーに持たせますか。ちょっと装備を変えましょう。ゼファーにサブマシンガン、バシュロに45オートのリンベルにリン84で、こっから並び替えをして、まあこんな感じでいきましょうか。次はで、さっきのこの世はパーツの集合体、野良デカイコから出た巾着をバラすと火炎瓶が手に入るので、とりあえずこれを手に入れておく。後々はレベル1状態のグレネードでレベル上げをすることも考えてますので、まあ今のうちグレネードを貯めておいて、もうちょっとしてちょっとレベル的に厳しいなってなってきたらグレネードを使ってレベル上げをすると、そういう風に考えてます。じゃあ改めてブティックの方に向かいましょう。この人ですね。愛用のミシンが壊れてしまったの。モーターが焼けちゃって、技師の話だと代わりに使えるモーターはバトルビーグルっていう戦車のパーツだと。なるほど、ヒュース発電所の資格。というわけでそのバトルビーグルを探し出して倒す、でそのモーターをぶんどるというのがこのミッションですか。まあ街のすぐ近くですし、まずこれからやっていってもいいでしょうね。
多分時間的にそいつらを倒してちょうど終わりみたいな感じになりますかね。わーお、3つマスがある。あーさっさと終わる敵だったらいいんだけどな。行きましょうか、右から。こいつら運がねえな。マシンガンギア、マシンガンギア4体か。外れってことでいいのかなこれは。じゃあいいや、ちょうどいいとこにドラム缶があるんで、まず一発。いいね、景気いいね。さ、じゃあ攻めていきましょうか。どっから行こうかな。こいつあたりかな。左から攻めていきましょうか。確か5だったよな、5我慢さん。 OKOK。 はい、次。よし、範囲が広い。じゃあリンベルでこの2体を潰していくところからいきましょうか。よっ、よし、衝突禁止と。ナイス。じゃああとはこの後ゴリ押しですね。ちょっとでも V ダメージを稼ぐ。 OK。 痛い。まあでもバシュロンなら耐えてくれるでしょう。じゃあゼファーでどうしようかな。もう2体を攻撃してもいいんだけど、バシュロン衝突しそうだなこれ。どうしようかな、バシュロン2番目にして。違うか、むしろバシュロン1番目のゼファー2番目にして。あでもそれだとリンベルがぶつかる。いや速攻発砲すればなんとかなるか。いやちょっとやってみましょうこれで。おう、オッケー、ジャンプジャンプ。よし、これでぶつからない。はい、いいね、これでとどめだ。ちょっと今危ないアングルだったね。よいしょ、ジャンプ。よし、こう。よし、いいね、これで地面にぶつけられる。そしてとどめだ。二人と一緒にここまで来れて嬉しいな。まあこんな感じで進めていけたらいいんですけどね。なかなかちょっと私のスキルではそこまでできないので。真ん中っぽいけどあえて左行きますか。こいつ運がねえな。外れ。しかもドラム缶がないだと。これはちょっと厳しいぞ。どうしよっかな。じゃあちょっと最大までこっち側に行ってみようか。これで距離を稼いでの、よし、よし、こうたまった。でも V の方にダメージがいっちゃったからあんまり稼げなかったな。どうしようね。じゃあちょっとこの辺あたり、あんまり離れるとダメージ取れないからこの辺でいいかな。で、あ、向こうじゃないや、手前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 、こいつだって。はい、 OK。 でこいつを削ると。弾数が少ないとあんまり削れないな。はい、痛い痛い。レゾナンスポイントが2溜まってるところ悪いけど、これはちょっとゼファーに回してもう一回ちょっと敵を削ってもらわないと厳しいですね。この辺でいいかな。3くらいで、で相手を変えて、よし。あんまり削れなかったか、手前のやつに当たってると。これはどうしようか。あえてリンベルをこっちに動かして、ここでレゾナンスアタックを狙うのもありですね。じゃあそうしよう。はい、手前のやつ、やばい、ぶつかる、ジャンプ。よ
よし、部位を削れ。今やったやつが爆発して周りにダメージを与えてましたね。お、これは綺麗に決めれそうな予感。この辺はもうゴリ押しですね。はい、でゼファースタートのインベルが2番目で、はい、お、ゼファーお早いレベルアップで、はい、リン、あ、バシロが過ぎた。あ、リンベルもしかして今衝突した？できるだけ苦しまないようにしてやったつもりだが、俺は、いやー、なかなかに忙しいですね。おっと、お呼びじゃないって。よし、行けリンベル、これでどう？飛ばしてやる。はい、オッケー。バカな、おいたはいけないぜ。その通りだ。じゃあラスト、ちょっと緊張感を持っていきましょうか。どうしたか、ブルドーザーかな。んー、じゃあなんだろう、この手前のこれは爆発物か、オールドバッテリー。まあもし爆発物ならちょっと狙っていきたいところなので、とりあえず端っこいっぱいまで。よし、これで攻撃しよう。6まで溜まったんでしたね、そういえば。よし、オートトリガーがあるとギリギリまで攻撃。うわお、一発がでかいね。端っこまで行ったからどうしようかな。バシュロンはある程度バリアパッドを持ってるんで多分防げると思うから、ちょっとバシュロンを信じてこっちどうしようかな。いやでもリンベルで三角形を作るっていうこともしたいから、あんまり突撃しない方がいいか。まあ、ちょっとレゾナンスアタック次やるときにそれを考えなきゃいけないですからね。いいか、ゼファーをもう一回動かすことにしよう、次のターン。じゃあこのまんまとりあえずバシュロン突撃。さあ、ウィーは削れないか。じゃあゲージクラックを狙いましょうか。ほらほらほら、よし、いいね。ゲージクラックやると敵気絶しますからね。さあどうするか。2レゾナスポイントが溜まってるところもったいないけど、ゼファーに回す。でまた削ってもらいましょう、ゼファーに。よし、とりあえず V を破壊して相手にどれだけダメージが取るのかを見たい。よし、うお、引かれた。マジか、そんな攻撃方法があったなんて。じゃあちょっとリンベルに頑張ってもらおうかな。はい、いいね。よし、これで V は全部破壊したか。よし、 OK。 じゃあここでちょっとレゾナンスアタックを使うんだけれども、このままだとぶつかるな。こうしようか、ゼファースタートでゼファーにジャンプさせて、バシュロンは多分ぶつからないと信じて、あとは相手がどれだけ柔らかいかですね。行こう。はい、お、これは勝てるぞ多分。次の攻撃ぐらい。うわ、マジか。うわ、うわ、ここで3人まとまるのは、うわ、最悪やで。どうしようかな、相手攻撃溜まってるんだよな。じゃあこういって、でこの辺からこう、ちょっとせこいけどこれでやらせてもらうぜ。ダメ。
どうしよう。じゃあちょっとバシュロンで後ろに下がりつつの、ちょっとこれ気になるんですけど、これ破壊したいな。試し。あ、電気属性か。おっとレベルアップ。バシュロンどんどんレベル上がるな。どうよ、俺の技のキレ。よし、割とすんなり終わりましたね。じゃあどうしようかな。時間的にはちょうどいい感じになったんで、今回はここまでとさせていただきます。次回はまあとりあえずモーターを渡して、あと他のミッションの方やっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。